院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。骨をドリルで削らないインプラント、夜つけるだけで良い超スピードホーム矯正、早晩会。開発者医学博士大口博士先生、相談会随時開催中。詳しくはウェブで。歯肉炎としても知られる歯周病は歯を囲む歯茎の感染症なんですよね。はい、それはまた大人の間で歯の喪失の主な原因の一つなんです。そうです。いくつかの研究で心臓病と歯周病の間に関連がある可能性を示したんです。はい、誰もが歯周病の危険にさらされていますですね。はい、通常30歳以降に発生すると言われていますね。はい、喫煙は最も重要な危険因子の一つです。糖尿病や口の渇きもまたリスクを高めています。そうですね、あの事故に遭った人がね、はい、あの私の患者さんでいるんですけど、はい、入院してから、はい、まあ、その患者さんはあのすごく治療されて、きちっと治療された患者さんなんです。はい、でその方が事故に遭われて入院されたんですけど、いろんな薬をいっぱい飲んだんですよね。はいはい、薬の副作用はほとんどの薬が口渇なんですよ。口が渇く、はい、唾液が出にくくなるのが薬の副作用なんですよね。困ったもんですね。でそうです。それで入院してから退院された時にまた私のところにその患者さんがいらっしゃったんですけども、はい、なんとねやっぱり唾液がなくなったので、はい、もうねせっかく治したところのと歯の境目ね、猫の境目ね、はいはいはい、歯茎と歯茎の歯の境目、その補鉄を入れた管と、はい、それから根っこの境目、そこまで全部虫歯になっちゃった。恐ろしいですね。恐ろしいですよ。皆さんもぜひ参考にしてください。はい、で症状には口臭で赤くなる、はい、腫れる、圧痛、または出血した歯茎、それから敏感な歯、しみるということですね。はい、で痛みを伴う咀嚼などがあるんです。あ、噛む時なんだか痛いな。痛い痛い。そうです。はい、歯周病の2つの主要なイメージは、はい、歯肉炎と歯周炎なんです。はい、歯肉炎が初期の段階ですね。なるほど。それが進んでいると、まあ、歯周炎がだん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 進んでいくわけですね。だんだん拡大するんですね。拡大してるんですね。そうです。定期的な歯科検診と少なくとも1日2回のブラッシングおよび毎日のフロスは歯周病の予防に重要な役割を果たします。果たしますね。毎日コツコツとやることが大切なんですよ。はい、歯周病などの合併症を予防する治療を受けるためには、はい、歯周病の兆候がある場合はすぐに歯科医に相談なさってくださいね。はい、 Thank you Dr. 小口。 Thank you guys for watching our video. See you next time. Bye bye. バイバイ。オーラルジェルが新しくなりました。これがハーブオーラルジェルです。従来のオーラルジェル同様、5種類の生薬が含まれています。マスティック樹脂、それからグレープフルーツシード、ヤシ油、それからクローブ、甘草の5種類です。はい。以前のジェルとの違いは何ですか？はい。マスティック樹脂が増量されたんです。はい。どのような効果があるんでしょうか？はい。殺菌効果と歯周病予防に効果があります。また口臭にも効果があります。からホワイトニングにも効果があるんですね。美容に嬉しいですね。はい、またピロリ菌を殺菌する効果があるんですよ。素晴らしいですね。はい、このジェルは食べても飲み込んでも大丈夫です。はい、安全ですね。はい、小さいお子さんからお年寄りの方まで安心して使うことができます。はい、こちらから購入することができます。なおこちらのジェルはアメリカでドクターズプロダクトと呼ばれているんです。はい、医師が開発した信頼できる商品です。つまりどういうことですか？はい、この中には
一般の科学的な商品とは違い、防腐剤、研磨剤、合成着色料、香料などが使われていないんです。はい、つまり安全で安心して使えるということですね。そうです。日本に幅広く出回る商品とは違って、こちらのドクターズプロダクトのジェルは効果の実証されている薬用として販売されているんですね。はい、